金の章さん、B ボトさんをご覧の皆様、総会塾の久保です。今回は、ぶち抜く力という形でね、お知らせしたいと思いますけども、皆さんは何かを貫いてぶち抜いたことってありますかねそれこそ、誰もが馬鹿にするようなね、誰もが嘲笑するようなことをやり抜いて、えー、今度はね、こっちが笑ってやるみたいな感じです。そうなんですよね。私、これ、こういう言葉好きなんですよ。以前はみんなが私のことを笑っていた。今は私が皆さんのことを笑っていますね。っていうことなんですよね。で、私はですね、ちょっとまだ言えないんですけども、あるね、えー、ある車が、 10歳の頃からずっとね、欲しかったんですよ。うん、欲しかったんですよ。で、それを人に話すたんびに、いやいや、そういうのね、俺も考えていたよ、みたいなこと言われるんですよ。要するに、にやけられるんですよね。でも、なかなかうまくいかないよね、って。第一、お金ないよね、とか。で、車って維持費がかかるんだよ、って。だいたいそんな車どこに置くのって、ね、言われるんですよ。どこで買うのみたいな。そんなもの本当にあんのみたいな。うん。飽きたらどうすんのとかね。いろいろ言われましたよね。でも今、私が笑ってます。 あのずっと貫いてぶち抜いてそこ一点に歩いていけばそれは実現するる可能性が非常に高くなるんですよねでも自分で考えたのに自分で批判したりとか誰かの批判に巻き込まれて「そうだよねやっぱりそれが正しいよね」って「俺の考えってちょっと突拍子しもないよね」ってやったら本当にそれは単なる妄想突拍子しもないことで終わるんですよ。でも全ての人がそうとは言いませんけども世の中には考えてもないようなことを実現する人っているのは確かなんですよ。 誰がねロケット打ち上げたいとか言ってそれを成功させるんだって話じゃないですか最近そういうことした人いましたよね、うん、だからロケットすら打ち上げられるわけですから、うん、まあ、車の1台くらい誰でも手に入るんじゃないですかね家の1件くらい誰でも手に入るんじゃないですかね 思い続けることそしてその道に進み続けることそれがぶち抜くことだとだ思います私もね何者でもない人間ですけどもそこそこはぶち抜けたなと思うところがいくつか出てきたなと思いますもちろんそれは40過ぎてなんですけども、ね、それまではうだつながらない人間でしたからでも思いを込めて何かをやればそこにたどり着くっていうのは実感してきましたね皆さんも 私と同じようになるとは分かりませんけどもそれぞれの自分のぶち抜く力っていうのをちょっと試してみてはいかがかなと思います。そののための盆次徹底だと思いますんでね